こんにちは。歴ショックです。今回は、武田勝頼を副将として支え続けた武田のナンバー2、武田信豊の生涯について紹介します。信豊の父は、武田信玄の同母弟の武田天球信重で、信玄の副将として信玄の名代を務め、第四次川中島の戦いで戦死しました。もっとも、信豊は生まれながらにして父と同じナンバー2の座を約束されていたわけではなく、慶喜事件で武田勝頼が新たに当主となったことで、年の近い信豊が勝頼の補佐役としての役割を期待されたのが躍進のきっかけです。勝頼と信豊は信玄の生前からタッグを組まされ、当主と補佐役として信頼を深めていき、信玄死後は勝頼をそばで支え続け、名実ともに武田のナンバー2となっていきました。今回は、武田氏の軍事、外交を一手に担い、勝頼にとってなくてはならない存在となった、勝頼の副将、武田信豊の生涯について紹介していきます。武田慶喜の死により、活躍のきっかけを得る。武田信豊の出自。武田信豊は、1549年、武田信玄の弟、天球信重の次男として生まれ、幼名を長老と名付けられました。いとこにあたる武田勝頼の3歳年下で、兄弟には、信濃の名族、望月氏に養子に入った望月信頼と、信頼の死後望月家を継いだ望月信長がいます。父の信重は、武田信玄の4歳年下の同母弟にあたり、かつては武田信虎によって信玄に代わる武田氏当主に押されていたこともありましたが、信玄に忠誠を尽くし、信玄の副将として武田氏を支えました。兄の信頼は、父の後を継がずに望月氏へ養子に入っており、諸子だったとする説もありますが、天球家を継ぐよりも、武田一門として信濃の名族、望月氏を取り込むことが優先された結果だともされます。信豊は、1558年、9歳の時に父から99箇条の家訓を授けられ、宗家を支える一門としての自覚を持つように諭されましたが、天球家の家督は望月氏継承に列後するもので、この時点で信豊は、父の持つ武田氏ナンバー2の座を約束されていたわけではありませんでした。この3年後、信豊が12歳の時に、父の信重は第四次川中島の戦いで討ち死にし、兄の信頼も、この時の傷が元になったのか同時期に亡くなり、信豊は正式に天球家の当主となります。信重は武田家中において、信玄の名代として大将を務めたり、信玄の出陣時には前衛を務めることも多くありましたが、12歳の信豊が同じ役割をこなせるはずもなく、この後数年にわたって、信豊、天球家の動向が不明となっています。この間に武田氏では、信玄の嫡男の慶喜が謀反未遂で廃嫡され、紆余曲折の末に、高藤諏訪氏を継いでいた四男、勝頼が後継者となるという事件が起きました。本来は一門衆筆頭として、兄の慶喜を支える立場にあった勝頼が当主となったことで、一門衆の層は薄くなり、西名盛信ら異母弟は幼く、勝頼には自分を支えてくれる一門衆が絶対的に不足していました。そこで信玄が目をつけたのが信豊で、勝頼とは3歳差の信豊に、自分と天球信重のような関係になることを期待し、慶喜が亡くなった時には18歳になっていた信豊は、父以来の同心衆を本家から再びつけられ、以降引き上げられていきます。亡くなった慶喜と信豊では11歳の年の差があり、勝頼もいたことから、慶喜の下で信豊がナンバー2としての役割を果たす可能性は薄く、慶喜事件は結果的に、信豊の躍進にもつながることとなったのです。信玄は、直後に始まった駿河侵攻以降、戦場では勝頼と信豊を意図的に組ませ、当主と補佐役としての信頼感を深めさせようとします。その最たる例が、1569年に起きた北条氏の駿河神原城攻めで、勝頼、信豊のコンビは猛攻を仕掛け、城主の北条氏信を討ち取り、信玄も常人にできることではないと褒めたたえました。同時期の武蔵滝山城攻めでは、勝頼と信豊は、揃って自ら槍を振るって敵陣に突入したとされ、信玄も、武田氏の時代を担う若武者として、信豊に目をかけていました。この頃には、父と同じ様之助の関東を称することを認められており、勝頼の下で天球信重のような補佐役となることが期待されていたことがわかります。実際、
同時期には信豊の部隊は赤備えを許されており、やがて信豊は赤備えを黒備えに変更。赤備えを妻の実家の神津家小畑に譲り、信豊の部隊は武田氏を代表する戦力となっていきました。その後の成城作戦にも信豊は従軍し、穴山信忠と共に勝頼の指揮のもと遠江二俣城を陥落させるなど、次世代の一角として申し分ない働きを見せています。信玄が亡くなる際には信豊は穴山信忠と共に呼ばれ、一門衆筆頭として勝頼を支えるよう託され、信豊は勝頼のいとこかつ姉婿にあたる信忠と共に勝頼を支える一門筆頭の地位につくことになりました。この時、勝頼は27歳、信豊は24歳、穴山信忠は32歳で、信豊はまだ若いながらも、共に成長してきた勝頼をそばで支えていくこととなるのです。有力家臣が地方に駐在する中、甲府で勝頼を支える。勝頼の下での信豊。信玄時代には、一部隊の指揮官としての役割しか与えられていなかった信豊ですが、勝頼の時代になると、勝頼の厚い信頼のもと、当主の名代として軍勢を率いるという、まさに武田の副将というべき存在になりました。山形正景、馬場信春ら宿老は、年も離れている上に、各地の前線拠点に配置されており、勝頼は、甲府にいる跡部勝助ら側近と同様に、信豊を重用するようになります。信豊は、信玄死後、家康が奥三河の長篠城奪回を狙った際、重臣の反対を押し切って救援を決断した勝頼の名代として、小山田信重、馬場信春らを率いて救援に向かっています。もっとも、この時は徳川方に寝返った奥平氏によって苦戦を強いられ、別動隊の山形正景、穴山信忠らとの連携も不十分だったことから救援に失敗しました。それでも勝頼からの信頼が揺らぐことはなく、1574年には、信豊の副将としての立場を明確にするために、銀で装飾された采配の使用を信豊に認めています。長篠の戦いでも、信豊は遠赤の小畑氏と共に武田軍の中央付近に布陣し、右翼の馬場信春、左翼の山形正景に挟まれ、勝頼の本軍の前の前衛部隊の中心という、まさに父の天球信重と同じ立場にありました。本戦でも同じ一門衆の穴山信忠が決戦に反対し、戦いを避ける中、信豊は積極的に戦い、山形正景らが別動隊として馬防柵の後ろ側に出た際には、信豊も小畑氏に次ぐ4番手として突撃を敢行するも敗れてしまいます。紅葉軍艦では、四天王最後の生き残り、春日虎綱が、信豊と穴山信忠に責任を取らせ死を命じるべきと勝頼に権限したとされますが、少なくとも信豊は、信忠のように戦闘を放棄することはありませんでした。長篠の戦いでは、信豊は、望月氏を継いでいた弟の信長を亡くしており、当主のいなくなった望月氏の家督を代行し、自身の娘に婿を取って望月氏の名跡を継がせており、結果的に信濃への影響力を高めることとなります。敗戦後、一門筆頭の座を競っていた穴山信忠は、山形正景の後を受けて駿河江尻城代となり、対徳川の責任者を担った一方、信豊も一時的ではあるものの、信長の脅威の迫る南信濃の防衛を託されました。織田氏と国境を接する南信濃は、本来美濃岩村城の秋山虎重が守りの中心になる存在ではありましたが、岩村城を織田軍に包囲され陥落間近だったため、信玄の娘婿である木曽義政とも渡り合える信豊が臨時の指揮官として高遠城に入った形です。もっとも、この役割は岩村城陥落後、信長と上杉謙信の関係が決裂して、織田氏の信濃侵攻が白紙になったこともあり、ほどなくして信豊は甲府に戻って勝頼をそば近くで支える役割に徹することとなります。この頃の信豊は武田氏の外交の中心にもなっており、武田、上杉、北条の和睦を命じる足利義昭の書状が信豊宛に送られるなど、対外的にも武田のナンバー2として認められつつありました。信豊は、義昭を庇護する毛利氏からも書状を送られており、従来は穴山信忠が担っていた外交交渉を一手に引き受けることとなり、第二次信長包囲網との連携という武田氏の新たな外交方針の中心に立ちます。信濃防衛の任を解かれたこともあり、
以降の信豊は穴山信忠のように地方の城代を任されることもなく、甲府で勝頼をそば近くで支え、勝頼側近の跡部勝助、長坂長官斎らと共に武田氏の重要事項を決定する中心メンバーとなりました。このように勝頼の下で武田氏ナンバー2の座を実力で固めつつあった信豊でしたが、上杉謙信の死後起きた御盾の乱を契機とした武田氏の没落を止められず、悲劇の最後を迎えることとなります。軍事、外交を一手に担い父を超えるも、武田氏滅亡を止められず、武田氏滅亡時の信豊、上杉景勝と上杉景虎の跡目争い、御盾の乱が始まると、勝頼は盟友の北条氏政の要請に従い、氏政の弟景虎支援のために軍勢を越後へ派遣します。その先陣を担ったのが信豊で、信豊は北信濃の担当の春日虎綱が守る海津城に入り勝頼を待ちますが、そこに上杉景勝から和睦を打診する使者が送られてきました。信豊は領地や黄金の進呈を含む景勝からの和睦の提案を賛成とする自身の意見とともに勝頼に転送しており、以降春日虎綱とともに上杉氏との和睦交渉の窓口となります。信豊は景勝の和睦の提案を独断で拒否する権限も持っており、信豊の判断は景勝を救うとともに武田氏の今後を決定づけることともなりました。その後春日虎綱が病で亡くなったため、信豊は単独で景勝方との和睦交渉を進めることとなり、最終的には勝頼に加え信豊も起承門を出す形で和睦が成立し、やがては光悦同盟にまで発展します。当時30歳だった信豊は足利義昭、毛利氏に加え上杉氏との同盟締結の中心ともなり、共に仕切った勝頼側近の跡部勝助と共に武田氏の外交のすべてを牛耳る存在となり、その権勢は父の天球信繁を超えるまでになりました。御盾の乱をきっかけに武田氏と北条氏が敵対関係になり、勝頼、氏政の本軍が駿河、伊豆国境で退治すると、信豊も主力の一人として従軍しますが、北条氏と同盟を結ぶ徳川家康が西から迫り、武田軍は強撃される危機に見舞われます。勝頼が徳川軍迎撃のために西へ転進する中、信豊は沼津三枚橋城の守備を担い、武田軍を追撃してきた北条軍を食い止め撃退する大活躍を見せました。この後武田氏は北条討伐を進めるために日立の佐竹氏と結び、さらには宿敵織田氏とも交合和洋を進めるという外交方針の転換を行い、一連の交渉も外交の中心にいる信豊が主導して行います。勝頼は織田氏の血を引く嫡男信雄に家督を譲り、武田氏の人質となっている信長の子御坊丸を織田氏へ返還し、後々信豊の娘婿として改めて迎えるという内容で交渉を試みますが、信長からは一蹴され、御坊丸を送っただけとなってしまいます。それでも信豊は織田氏との和睦に希望を持ち、粘り強く交渉を試みましたが、その間にとうとうに最後の拠点高天神城が落とされるなど、武田氏をめぐる環境は刻一刻と悪化していきました。武田氏が劣勢となる中で信豊の華々しい活躍も減ってはいたものの、武田家中での評価が落ちたわけではなく、その最たる例が1581年に起きた武田勝頼の娘との縁組をめぐる穴山信忠との対立です。穴山氏は信友、信忠と2代続けて武田氏当主の娘を正室に迎えており、信忠も息子の勝千代に勝頼の娘を迎えようと縁組を申し出ていました。しかし信豊も勝頼の娘と自分の息子の縁組を狙い、信忠に遅れながらも甲府での権力の大きさを武器に跡部勝助ら勝頼側近に盛んに裏工作を行います。駿河駐留が長引き、甲府での信忠の発言力が低下していたのもありますが、勝頼としてもナンバー2ながら、この先血縁関係はどんどんと遠くなっていくばかりの信豊との関係強化を重視し、最終的に信忠の申し出を却下し、信豊の子に娘を嫁がせることに決しました。勝頼の信豊の徴用度合いがわかるエピソードではあるものの、この決定に信忠と信玄の娘である正室兼松院は激怒し、穴山氏の武田氏離反につながったとされます。そして1582年2月に木曽義政が織田氏に通じて武田氏を裏切ると、勝頼は即座に木曽討伐に動き、
信豊を先手の大将として高遠城の仁科盛信と共に木曽へ派遣しました。しかし信豊は雪に阻まれ木曽谷へ軍を進められず、勝頼の出陣後本格的に戦闘に入るも鳥居峠の戦いで敗北し、その上織田軍の侵攻も始まったため下伊那軍を放棄して後退し、勝頼の本軍に合流します。さらに駿河の抑えを担っていた穴山信忠が徳川軍に寝返り、甲斐も危うくなる中、勝頼は信濃から甲斐への撤退を決断し、信豊はこの時勝頼と別れ信濃小諸城に入りました。これは信濃の望月氏や神津家の大畑氏など信豊が上信地方に持つ地盤を生かし、織田軍が信濃から甲斐に侵攻した際、背後をつくことを命じられたものだとされます。しかし勝頼が新府城での決戦すらできず、天目山で自害した5日後、信豊も小諸城代の下曽根城機によって撃たれ、33歳で生涯を閉じました。信豊は、もともと大軍を率いていたものの、織田軍の侵攻が進む中、勝頼同様兵に逃げられ続け、信豊の首を手土産に降伏しようとした下曽根城機に抵抗できず、息子や母と共に自害に追い込まれることとなりました。信豊の首は武田の副将として勝頼、信勝親子の首と共に京都に送られ、獄門晒し首とされ、勝頼の弟の仁科盛信の首が途中で獄門の対象から外される中、最後まで武田氏のナンバー2として扱われ続けることとなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。